ドラゴンボールの第1巻、はいはい、まあ、読んだらまずもう悟空、孫悟空っていう、うんうん、まあ、主人公、はいはい、めちゃくちゃ小さい、うん、まあ、今スーパーサイヤ人とかの悟空じゃなくてもうめちゃくちゃちっちゃい悟空がいるんですよ、ね、山奥に一人で生活してます、はいはいはい、でこれ山奥ってもう超山奥っすわ、うん、でも何にもないっすもん、電気も通ってないし多分水道もないよ、うん、あの家、うん、で悟空っていうのはもう超純粋なんですよ、おじいちゃんに育てられて、はいはい、でそのおじいちゃんが亡くなってから一人ですよね、一、うん、人で生活して魚とか釣ってたもんね、自分で魚釣って、うん、多分だけど自分でこの獣とか倒して食べて、うん、もちろん冷蔵庫もないっすよ、うん、で極論言うとまずあの女の子知らないんですよ悟空って、あ最初ね、一番最初のブルマとの出会いでブルマの車みたいなやつに悟空引かれるんですよ、うん、バーンって、うん、でなんだてめえって初めてじっちゃん以外の人に会ったんですよそこで、うん、でブルマが乗ってる車みたいなやつを動物と勘違いして、うん、なんだてめえこの野郎ってこう叩いちゃうんですよね、うんうん、でこれなんだって言ったらブルマがこれ車よって言って、あんた車も知らないのってなんだ車ってって、そこで初めて車知ります、うん、でブルマのこのおっぱいみたいなところでこうポッパフみたいなね、うん、ちょ忘れちゃったけどその辺は、うん、そしたらなんだお前みたいな、うんうん、いや私女の子だから女の子に優しくしなさいってブルマが言って、はいはいはい、お前女かってじっちゃんが言ってたぞ女には優しくしろって、ほうほうほう、ここで初めて女知るんですよ、自分と初めて異性に初めて会うんです、でもまあ最初そんな感じだったよね、超純粋なんですよ、でまず車知らない、テレビ知らない、冷蔵庫知らない、何も電話とか何も知らないんですよ、ただクリリンと初めて会うんですけど、クリリンの頭見て、うんうん、おめえの頭パチンコの玉みてえだなって言うんですよ、そうでしょ嘘でしょ、やばくない、え車も女も知らなかったのに人の頭パチンコで例えたの、マジマジ絶対嘘じゃん、本当なんだって見てみ誰も止めなかったの、いや悟空おかしくないですかって誰も言わなかったの、え何も知らないんだよ、でパチンコの頭みてえ、パチンコの玉みてえだなってクリリンのことやば、知ってましたこれ改めて知らないでしょ、そういうのがやっぱね発見できるんですよ。